え、京セラドームなうやって。ダメ、何しにですか。スマホで聞いたよ、ありがとうございます。こんにちは、お話し会ありがとうございました。私服だよ、私服だよ。だって私はこれをこれを着て今外に出てきたんだよ。ゆきのちゃん着替えてないのえらいね。あの私服なんでこのまま移動します。私はこれにね革ジャン着てやってますよ。宿題ギリギリにするタイプ、宿題宿題うんギリギリにするタイプ、めっちゃラスト1週間ぐらいでやるタイプ。まいちさん、フットムーンさん、姫ありがとうございます。今日はナングラをしたいと思います。何？ファンです。ありがとう。あ死ぬ。ここにはゆきのちゃんの小鼻。ここには桜田彩香と池穂の香と坂下真子がいます。ゆきのちゃんの口角のシワ、口角のシワ、ほうれい線のこと？ほうれい線なのかな？あ、わかる、わかる。うん？うん？これが好きなんだって。若干ここここここ？うんうん、ああ、なるほどね。変な趣味。え？マキさん、なんだこれ？ペンギン、ありがとうございます。坂下さんに貸してあげたのね。そうです、うん、貸しました。わーモンブランさん、ランプ DD さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずとりあえずでやるやつ、これすごくない？ありがとうございます。長野さんもハートありがとうございます。可愛すぎて困ってます。なんかそういうドラマなんかありましたよね、なかったっけ。あのね、私ナングラも考えたんです、考えたんですよ。違う、え、そうやけど。あのね、3人じゃないわ、4人で移動してる時に、あのね、5月6日、6日やっけ、5月6日は温めたるデイでにしようっていう話になって、私はそれで行こうと決めました。そう、優柔不断な生きのがそうなの。ボタンさん、宝箱ありがとうございます。そう、ニコニコさん、尊いありがとうございます。ゴールデンウィーク中だからですよ。あ、違うやん、え、ゴールデンウィークやん、あかんやん、え、やだ。マキさん、ミラーボールありがとうございます。いや、え、じゃあ何日にしますか。5月、何日にしますか。もうゆきのは、あの温めたるデイにもう決定したんですよ。だからあと日付だけです。まこがすっごい顔でこっち見てた、怖い。飲んだことなかったの。なんで1年時飲まなかった。まきさんめっちゃ可愛い、ダンさん姫、ゆうすけさん姫、ありがとうございます。
だったら今日ゴールデン、うっそやだやだやだ、見ないで見えたよ意味がわかんない、なんでよそれはちょっと炎が変態よえ、むっつりすけべ7日じゃあ8日、うん、6じゃない6なんか休日やって、雪だるまみたいやから雪もやん、ありなんそれありなん、いけるゼロ一けでやったもん、あほんまにいける、いけるいけるいける、雪だるまなんて書こうかな、じゃあ 毎週8がつく日は5月は雪のの日という日休み、8日18日28日雪だるまは雪だるま、雪のの雪だるま、雪なの雪だるまがつくから休み、うん、あのインコみたいやなやったこと丸々言ってくれるのふーちゃんに似とるな、あやぴょん適当やななんでよ、適当じゃないですよちゃんと真剣に考えてます、5月ってもうね春とか夏とかあったかいのにね、温めたるとか言いやがって、元気出してしなしな、じゃ温めどうしようかな、雪だるま採用マジでマジか、皆さんなんかありますか、やばい、これ雪の野さんの方にマント取っていいやつ、うんいいよ、あ、いいの、やった、何よ、雪だるま採用、あーね、お前採用すんの、ちょっとどうしようかなって思って、無料で、うん、思いついたら採用してな、うん、でナンブラーでそれもし買ったらやかに、やかに、じゃあ一緒に行こう確かに行こういいな、雪のと一緒に行けんの、やば、じゃあ一緒に行こうしよう、うん、この前もナポとご飯誘ったけどね、それ悪かったの、うん、めっちゃ悪かった、あれあれあれ、しゃあないやんか、予定があったんだもん、あガチ私服、私服、うん、ガチ私服、黒に言うよな、本当に、うん、いや、かわいい、ありがとう、あやねんこれ黒好きやから嬉しい、チュルチュルもういっかなる、食べる前が一番なんかペースもバクバクしてる、どうしようかな、ずっと幸せが続くから、わかる、バースデー半年前で16日で延長、確かにね、思ったよ、思いましたよ、あれめっちゃ美味しかったから思った、すごく、なんか映った？なんか映ったって何？なんか映ったって何？早く答えて。なんか映ったって何？早く答えて。お願い。怖いから。やめて。昨日ファンの人とうちらに対する態度一緒やん。え、それで？面白い昨日。メンバーの話から言ってみたいな。坂田と雪乃ちゃんはふふおも？何何これ、ふふおも、でもね私なんか全然なんか、どうなんやろう、全然そんなことはないんですよ、輪ゴムじゃない、だって輪ゴムついてなかったもんつけときつけとき、全然そんなことはなくてですね、誘われたら行きますよちゃんと、でもなんか予定が入ってて、予定が入ってるで、その窓になんか誘われるできたらもうちょっとね
さっき入れてた予定を優先しますよ。ゆうすけさんに会うありがとうございます。はい、鏡越しでまこっちが映った気がした。あら、やめなよ。おごめんね。え、映るかな。え、そんなここまで行ってた。彩香が映ったわ。彩香ちゃん、え、何ですか。どこまで映った。え、彩香の肩ぐらい。え、でもな、あのこんぐらいまでしないと映らへん。今隠してるけど。確かに、だってこっから画面見えるってことは映ってるやん絶対。え、でもこれで見えてる。見えてる。え、見えてないで。あ、そうなの。うん、だるいわ。カメラの位置が画面の位置に行ったら見える。あー、なるほど、なるほど、なるほど。皆さん、雪乃の顔面だけ見といてください。私がごめんね。ごめんね、さっき映ってた。ごめんね。真剣なのも。まこじゃなかった。どっちも水色着てやがるから。どっちがどっちか。似てるんだろう。うん。まこね。そんな言わないで。どっちも好き。エピヌヨン。かわいい。かわいい。かわいいね。うん。チュル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 。じゃあ。ごめん、この髪型しっくりくる今日。かわいい。マキさん結婚してありがとうございます。配信の最初にガッツリやってた。申し訳ない。申し訳ない本当に。じんちゃんレインボースターありがとうございます。これ切るやん。え？え、でも挟む。あ、挟む場所がないか。これに挟めばいいんか。ほのかがなんて謝ん。いや、いいよ。ありがとう。ぶりこすな。今からかりんちゃんのお話会行ってきます。いや、楽しんで。雪乃も行きたい。かりんさんの来てやがるデイで、もうデイつけば何でもええと思ってるやろ。昼ご飯食べたの。食べました。いや、うん、食べた。軽く何グラ決まったということで、私の何グラは5月の88がつく日は、8はね、雪だるまなので、雪菜の日ということで、おやすみです。もうマジでこんなんでいいん。でもね、なんかこういう風にパッと決まる方がね、30分ぐらいなんかどうしようどうしようって言っとくよりマシでしょ。パッと決まる方がいいでしょ、皆さんも。あ、それで行くんやってなるんじゃん。なるじゃん。ということで、8がつく日は休みで。おー、採用。採用。やったー。どうしよう。優勝したらアイプンと旅行で、はい、行ってきます二人で。何ぐらいは直感的に決めないとなかなか終わらないけど、そうです。2秒で決めたよ。そうです。うん。歩きながら。だから、え、マジで。温めたるで使いたかったんけどな。何やったん。え、8がつく日は雪だるまやから、雪菜の日休み。どっかのショッピングモールのなんかポイントでみたいな。うん。ちょっと分かってしまった。面白っ。20日30日 5% オフ。やめてもう。やめて。アウト。アウト。いつもさ、最近ペットボトル開けたらこうなんで。
え、わかる。わかる。今日めっちゃ腹立った。これめっちゃ腹立った。めっちゃ必死を思った。そのペットボトルがあかんのじゃないん。これの問題ちゃう、多分。うん。小原慎之介、のすけさん、レイモスさん、ありがとうございます。雪のポイント8倍でなんで。お得です。そうです、ポイントでイオンやとか言わない。絶対言った言ったらあかん。ということで、騒がしい配信でした。お邪魔しました。ナングラありがとうございました。ナングラも決まったということで、うん、マキさん似合う、リンさんハート、アキさんお疲れ、ありがとうございます。アキさんレインボスター、ありがとうございます。うわー、いっぱい、すごい。ということで、あ、痛い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 、すごい、そう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 、甘い、靴箱が隣にあるんです。ということでランキング読みたいと思います。うっそ、いいの今、やった、はい、ランキング読もうな、ほんまに。マコからガルブもらいました。ガルブも、ガルブも、ガルブの何これ、抹茶、うん、抹茶ラテもらいました。やった、後で食べます。あ、いっぱい、え、確かに今食べた方がいい。あゆきの、あんまりな、配信でな、食べてるとこ見せへんからな、うん、レアやん。レアです。食べながら配信できへんねん。え、わかる。食べられへんねん。うん、食べてるけど。え、すごい、なんでこんな急にいっぱいみんなギフト送ってくれるの。ありがとう。ちょっと食べ終わったら、よし、ランキング読みます。13位、赤西さん、ありがとうございます。12位、じんちゃん、ありがとうございます。11位、誰がカバやねんさん、ありがとうございます。10位、野原慎之介、のすけさん、ありがとうございます。9位、ゆうすけさん、ありがとうございます。8位、ジョエルさん、ありがとうございます。7位、長野さん、ありがとうございます。6位、小針さん、ありがとうございます。5位、モンブランさん、ありがとうございます。4位、今読んでるのランキング、何も一人答え、ラッスンが好きとか言わんとって。4位ボタンさん、ありがとうございます。3位マイチさん、ありがとうございます。2位ダンさん、ありがとうございます。そして1位、マキさん、ありがとうございます。なんかやだ、ありがとう。うわー、めっちゃ匂いする香水。あー、ちょっと嫌かもその顔。では、ありがとうございました。皆さん、このお昼に見に来てくださって、うん、久しぶりにね、こんなわちゃわちゃした配信でしたが、来週のお話し会もよろしくお願いします。来週はまこと彩香とお揃いの服を着て、その次の日はシークレットでございます。シークレットはね、すごいので。どういうすごいにもさ、やっぱさ、いろいろあるやん。どういう空いてる系、うん、うわ全部空いてます。え、あかんわ、あかんわ、ちょっとなんか五本五平が生まれる。五本五平あかんでよ。雪の中の話、はい、雪のはもう、そういう系統で行くんですか。あのね、セクシー担当です。あ、だってへそ出しお尻プリプリ担当。そう。全部っていうか、あの、もちろん隠さなあかんとこは隠してるけど、まあ開けれるところは開いてるよって感じです。はい。
あのフルオープンとか言わないの。やめなさい。フルオープン。あやかが食いついてます。はい。だから皆さん、あのシークレットはね、全部期待しててほしいんだけど。極限まで開いとるか。シークレットはね、期待しててもらえると嬉しいです。はい。ということで。ありがとうございました。皆さん、バイバイ。ありがとう。バイバイ。またねー。バイバイ。